インタビュー&テキスト、岡本孝之フォト、まゆかリンクルプラネットが、新体制となって、初めてのシングル、カラーミーハッピーを11月20日にリリースする。プラモデルと、世界、イコールプラネットをつなぐアイドルをコンセプトとして、独自の活動を続けてきた彼女たちは、3期生メンバーを、募集する、正下克上オーディションを経て、9人組のグループとして再出発することとなった。カラーミーハッピーには見る側の感情を揺さぶったドキュメンタリーの中で課題曲となっていたタイトル曲のほか、葛藤しながらもポジティブであろうとする複雑な心境が描かれた楽曲も収録。もう一つのドキュメンタリーとも言っても過言ではない作品となっている。メンバーの中から2期生の石田遥と新メンバーの3期生鈴木かりんにオーディションの振り返り、楽曲のこと、今後の夢や目標について話を聞いた。世界初？プラモデルと世界をつなぐアイドルグループリンクルプラネットはプラモガールズプロジェクトから生まれたアイドルグループということですが、どんなグループなのか紹介してもらえますか？石田、私たちはプラモデル作っちゃう系アイドルという割と世界初なんじゃないでしょうかというアイドルで、プラモデルと世界をつなぐために活動しているグループです。メンバーはアイドルでありながらモデラーなんですよ。モデラーというとプラモデルを作るクリエイターということですか？石田、そうです。でもほとんどのメンバーはプラモデルを作るのは初心者だったんです。鈴木、私もそうでした。石田、私も入った時は初心者だったんです。だからアイドル好きのファンの方と一緒にプラモデルを頑張って作ろうよっていう初心者に寄り添うグループでもあるし、一モデラーとしてより成長できるように塗装とかを頑張っちゃったりしながらいろいろ作ってるアイドルグループなんです。プラモデル作りが必須なグループなんですね。もともとプラモデルへの興味はありましたか？石田、ありました。私は去年、今年と量産型リコ最後のプラモ女子の人生組み立て機というプラモデルドラマのシーズン2とシーズン3に出演させていただいていたんですけど、まだ加入前にシーズン1を見てプラモデルってこんなに夢中になれるんだと思ってのめり込んでいったんです。ちょうどその放送終わりに2期生オーディションがあって頑張ってみようかなと思ってリンプラに加入したので、プラモデルは加入前から作ってました。鈴木さんは3期生として新加入されたということですけど、プラモデルは作ったことありましたか？鈴木、幼い頃に父と一緒に作ったことがあるぐらいで、そこまで触ってきたことはなかったのですが、今回の3期生オーディションで初めてプラモデルを作る機会をいただけてめっちゃ楽しいなって思いましたし、こんなにハマっちゃうものがあったんだっていう新発見でした。それをこのグループで活動しながら作っていけるっていうのがすごく楽しみです。アイドルプラモデルというコンセプト自体はどう思いますか？鈴木、すごく意外性があるなって思います。石田、世界初なのでかっこ笑い。鈴木、そうですよね、かっこ笑い。私はすごく好きです。衣装とかもプラモデルアイドルじゃないとこんな風にはならないですもんね。石田、普通はこんなランナープラモデルパーツの周囲にある棒状の枠みたいなの使わないでしょみたいな格好洗い。鈴木、そこは注目ポイントですね。
本当に衣装も唯一無二だし、楽曲もプラモデルを作っていく過程組み立てるような歌詞があったり、石田今回収録される曲だと特に恋だっていう楽曲が切り取っていくパーツの数と同じ分だけ、なんでどんな言葉もはまらないなとか、プラモデルを組み立てていく過程を描きながら恋しちゃうみたいなプラモデル要素を織り交ぜた楽曲になっています。歌詞にもプラモデルアイドルとしての特徴が入ってるわけですね。曲についても後ほど改めて聞かせてもらいますが、プラモデルを広めていくみたいな活動をする上でライブやイベントではどういうことをやっているのか教えてもらえますか。石田新体制になってからはまだなのですが、今までのライブだと今年はツアーを全国今年回らせていただいて、どの会場でも楽曲が1曲終わるまでにプラモデル1杯を作り上げちゃいましょうっていうチャレンジを毎回やっていました。ライブパフォーマンス中にプラモデルをステージで作っていたということですか。石田そうなんです。その曲は自己紹介ソングで、メンバーの自己紹介がされてる間に頑張って一人一人が作って、はい次の人ってリレーしていって、果たして時間通りにできるかできないかどうでしょうというチャレンジでした。かっこ笑い。あとはオーバーチュアーで私たちがわーって登場した後に緩衝材でプラモデルを包んでこうやって遠くに投げるアクション、客席に投げる石田、はい、あ、でもちゃんと緩衝材で包んでますのでかっこ笑い、アメちゃんを配る感じでバサってやってます。それは結構特殊かなって、それは確かに世界初かもしれませんね。かっこ笑い。鈴木さんはそういうシーンをご覧になっていかがですか。鈴木、それはツアー限定だったので今後やるかどうかお楽しみに。かっこ笑い。そうやってパフォーマンスしながらプラモデルを作れるぐらいですから、メンバーさんは器用な人が多いんですか。石田、いや私は器用代表です。かっこ笑い。鈴木、あはははは、かっこ笑い。石田、でも最近のプラモデルは簡単なんですよ。自分も昔ガンプラは何度も作ったことはありますけど、今のプラモデルを見るとパーツも出来上がりもすごく複雑そうに見えます。石田、いや特にガンダムのプラモデルはすごく自社製品をアピールしちゃいますけど、かっこ笑い。私もプラモデルを作ったことがないのにいきなり渡されて最初はどうしようと思っていたんですけど、説明書がすごくわかりやすくて組み立てる順番も書いてあるし作りやすいんですよ。ガンプラ世代の方だとパーツを接着剤でつけなきゃいけないプラモデルが多かったらしいですけど、今はパチってパーツを入れるだけみたいな感じなんです。だから私みたいに不器用な人でも接着剤がはみ出すとかそういう心配はないので、かっこ笑い。なんなら工具や刃物もいらなくて手でパキッと切ってつなげられるのもあるので、ぜひ作ってみてください。今回リンクルプラネット人生下克上オーディションを経て新体制の9人になったわけですが、オーディションは結構過酷ではなかったですか。鈴木、私は個人的には辛いっていう気持ちはあんまりなくて、むしろこういう経験をさせていただける機会はなかったので貴重な機会だから大事に過ごしていかないといけないっていう気持ちの方が強かったですね。しんどいとかじゃなくて、ここで頑張れたらその後も辛いことがあっても糧になると思っていたので、最終的にすごくいい経験をしたなって思ってました。全然マイナスな感情はなかったです。ドキュメンタリーの冒頭にはスタッフさんからの厳しい言葉があったりしたじゃないですか。石田さんはどう感じてオーディションに臨んでいたんですか。石田、既存のメンバーは
去年の11月にセカンドライブ、リンクルブラネットブラモーフルでチャレンジ通選があって、来場者数1000という目標が820人ぐらい、あと100人ちょっとかみたいな感じで終わってしまって。そこからオーディションをやりますって言われて、セカンドライブでグループのことを守れなかった分、人生下克上オーディションで今度こそ良いものにするために守っていかなきゃっていう気持ちがあって、ちょうどそのオーディションの時期に私は量産型リコシーズン3に出演していたので、当時は私が頑張らないとみたいなプレッシャーがすごくありました。それがあんまり引っ張っていけなかったのはすごく悔しかったんですけど、新体制になって3度目の正直と言いますか、やっぱりちゃんと今度こそグループのことを守っていかなきゃなっていうところがありました。この年でこんな経験をすると思わなかったですけど、かっこ笑い。既存メンバーとして3期の子たちもグループのこともちゃんと守っていけるような人になりたいって改めて思えました。今度こそっていう気持ちがあります。メンバーそれぞれの心境があると思いますが、新体制が始まってからグループの雰囲気はどうですか？鈴木、そうですね、だんだん石田落ち着いた？かっこ笑い。鈴木、落ち着きました？かっこ笑い。合格をいただいた時点で頑張らなきゃって思いましたし、みんなで一緒にグループになれたんだったら1000人達成とかそういう目標をちょっとずつ大きくして成長していきたいなっていう気持ちです。石田、パワーアップした姿をお見せできたらなって思います。